せーの、タラビーズです。ということで、ただいま帰ってきました。はい、ただいまです。皆さん、この度はね、多大なるご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。今日からジンジンは復活っていうことで、寂しかったですか？髪の毛が気になってます、今。このラインというか、ベトベトでやらさせてもらってるんですけど、セットしてるって言われたけど、今日はノーセットでございます。そしてね、アバラピーズの1月17日のオンラインイベントがですね、私が新型コロナウイルスに感染してしまったため、本当に申し訳ございませんでした。田中がもね、本当に僕がいなかった2週間、一人でさ、ラジオとかいろんな活動、そうです ね、いろんなあなたの分の、いや、ほんまそれな、仕事はあんまりなかったです。ちなみに逆にあなたのお休みのおかげで、はい、私もちょっと休みが取れたなっていう、ほんまですか？マジで2週間、事務所の人、田中がとかに、自分のこのコロナのせいでさ、仕事何個かなしになって、あったやんか。まあまあまあ、で、それでめちゃくちゃメンタルやばくて。その時に亡くなったやつは、別にそう、あんたが治ってからって言ってもらってるから、今。でもだからそこで田中が、こう、今さ、私も休めてたって言ったやんか。ほんとあいつ何してんのみたいな感じで思えてたらどうしようみたいな。なんで？それやったら私はもう動画上げても一人で個人チャンネル、人事の新型コロナウイルスについて、嫌がらせ系 YouTube みたいなやってるからさ、それは。よかった。じゃあ別にコロナにかかって悪いわけではないわけや、その、しゃあないや、こんな意味やから未知のウイルスが日本に充満してて、それ誰が今かかるか分からへん状況なわけで、それをかかってしまったっていうのはしゃあないことやから、病気になってしまうと全部の思考がマイナスマイナスマイナスになるんやろ。まあそうね、しかも2週間だって一人でおったわけやろ。そう、切り狂いそうやった。ずっと実家のお母さんとビデオ通話で起きながら生活してた、言ってたね。で、その間にマジリンは私のインスタの部分のやつの投稿だけに毎回ローマ字でブブ可愛いって、日本語歌えへんなの、ブブ可愛い、ハートハート、そうなんよ、ひらがな練習中やねんけど、可愛い、どうだったの？そうやん、リアルに。そう、2週間ぐらいだったんだけど、最初の2日3日熱下がんなくて、うん、やばかったね。そうなん、9度なんちゃらがこう1日続いて、そっから7度とか8度とか平熱が3日目まで続いて、で、あの関節が痛くて、うん、ボワボワするし、寒気も止まらないっていうのが3日目続いてて、4日目からはもう穏やかに、こんにちは、よろしくお願いしますっていう、あの生活を手に入れたっていう感じで、ずっとそれを2週間ぐらいずっと家の中でっていう感じだった。母さんの電話したり、漫画読んだり、テレビ見たりとか、ネットフリックスっていう、はい、割と充実してる。謹慎なんですけど、今日久々やってから、ほんとしんどかった、ほんとごめんね。自分があたかもこうすごい苦労したみたいなさ、復帰したよみたいな感じやったけど、3分の2ぐらいは普通に過ごしてたって感じだった。ですよね。そのせいで撮った動画もありますので、ね、そうね、まだ出してないけど、そうね、田中が一人でね、撮ってくれたやんな。そうよ、これもね、ちょっと今日以降ちょっとなんか、そう、とりあえず新人が復活しましたよっていう動画をまず出したかったので、これは今日撮ってもすぐ載せるぐらいの勢いで、あの、ね、撮らせていただいてるので、私が新人がコロナの期間一人で撮った動画をまだ上げきれてないんですよ、全部。それはちょっと近々、あの、ポンポンと上げさせていただきます。ポンポンの言い方ちゃうやんか。ポンポンと上げちゃうやん、あんた甘いねん。ポンポーン、汚くなってる。でもさ、久々の2週間ぶりの人間温かみ、待って、これ2週間ぶりの人、久々の人間を触ったの今。あ、そう、嬉しい、嬉しいわ。そう、じゃあセクハラで訴えていい、とりあえず。すごい人間だ。ごめんなさい、タイムで喉が乾いた。どうぞ、自由、じゃあ飲む。どうだった、そのさ、田中が一人のラジオをずっと聞いてて、うん、寝るときにね、初めて一人でやった。なんか緊張してるっていうか、あ、初めの15分ぐらいは2時間マジで生放送でずっと喋り続けないといけないっていうことを考えてたら、あげるで、ね、はい、カフっていうのがあるんですけど、マイクオン、ね、そう、うん、それをしないと放送されないのけど、私はそれを忘れました、いっちゃ初めの一発目。そこからは全然普通だった。なんか私的にはやっぱそこは、人事が喋られへんみたいな、そういう状況をちょっと願ってたんですけどって感じ。メッセージとか YouTube のコメントをね、皆さん励みになりました。本当にたくさんありがとうございます。なんですけれども、コメントとか見させてもらってると、結構目に留まるぐらいの量、人事がコロナにかかっちゃったら重症化するやろって、うん、めちゃくちゃ心配やわみたいな感じで、こうなるわな。でもご安心ください、大丈夫でした。私はよかったね、ずっと家で。だってこっちかって、あのマネージャーさんと電話で、じじ家で一人でそうなったらどないしましょうかねってずっと言ってたやから、うん、そうそう、心配してくれた。ほんならなんか暇やからアニメと漫画教えてみたいなテンションやったから、うん、そう、おもろい、あんたのアニメある、教えてやみたいな感じでね、そういうテンションだったので、うん、あ、大丈夫やなってなりました。でもなんか本当にコロナ
でマネージャーさん、そういう今撮影中じゃないですか、ほんと良くないと思いますよ、そういうの。今私たち普通に撮影してるんですよ、大事な話を。首でいいんじゃないですか。うんうんうんって、じゃあ首です。クッシー、おめえよ。何がやめやいで。結論を言うと、コロナ期間中に食べた一番美味しいものは Amazon で1万円分の焼肉を取り寄せて焼いてご飯で一緒に食べたっていう、よう頑張ったなっていうので、自分に対してご褒美でちょっと焼かしていただいて食べました。不謹慎。だからそんな太って帰ってきた。そうなんよ。結構ガチで 1.8 増えてました。よろしくお願いします。